当にありよ、税金でありよということで、そこにね、テレビのスクリーンショットを貼り付けてありますけれども、これ今発言中の人が私、小泉一馬です。発言中ってこの民の上で発言してる人がね、小泉一馬です。でこれはニュースワイドで扱われました、 SBC ですね、扱われました。でどういうことかっていうと、長野市議会のまちづくり対策特別委員会と権藤の地権者さん、今権藤再整備したい、アリを作りたい、持ってきたいっていうことで盛んに言ってらっしゃいます。でそういう方々と意見交換をする場っていうのがねあったんです。でその場でのワンショットですよね。で権藤の方々が今何をおっしゃってるかっていうと、権藤の今イトーヨーカ堂がある一角をダーンと広い更地にして、そこに大型の店舗を持ってきたいっていうことを言ってます。まあ具体的にはアリオっていうイトーヨーカ堂系のお店ですよね。それを持ってきたいということを言っています。でついては財政支援を長野市お願いっていうことで陳情を持ってきました。でここにね今図面もありますけれども、大型ショッピングセンターゾーンということで書いてあります。でねこれ小泉が聞いた時、最初はなんでそんな手順になるんだって、まず最初そう思ったんですよね。っていうのはその時は平成27年の11月でしたけれども、権藤再生計画っていうのがね、行政計画としてあるんですよ。それは権藤の方と一緒に作った計画なんですね。でそれがまさにプラン実施中なんだけれども、それにもかかわらずそれを売っちゃっといて、いやこっちのこのね大型ショッピングセンターをはじめとした図面でやってくれろっていうことを言ってきたわけですよ。これじゃあ今まであなた方と一緒に作った権藤再生計画ってのは一体何だったんですか。で私はそう思いました。そういうふうに受け止めました。でこれ皆様にちょっとね気にしておいていただきたいのは、権藤と長野市って体制がねなんか明確になってないんですよね。権藤のことは長野市のこと、長野市のことは権藤のことみたいな風になってしまっています。これ話聞いててもそうです。これどこの責任なんですかっていうと、ね、すぐ答えに返ってこないときがあります。でそういう背景なんだなと思って以下のお話を聞いていただきたいんですが、で次のページに行きますけれども、権藤にありよ事業費はおそらく数百億円規模になるでしょうということをポロッとね新聞に語っていた一コマがありました。これ長野市の方はまだ公式な数字っていうのは出してないんですけども、数百億円規模だと。でこの全額をもちろん長野市が負担するということにはなりません。仮にやっとなってもね。で長野市が見るところは例えば道路とか、あるいは交代した部分の何ですか、舗装っていうのかな、そういったものとか公共的な部分について長野市は負担するということになるそうです。だからそれにしても全体の事業費が数百億円で、じゃあ長野市が負担するのってどのぐらいなんですか、数十億円とかそんな規模になるかもしれません。で権藤にありをできたらいいねと思う方はいらっしゃると思います。だから私もね権藤にありをできたらね、それは買い物に行くと思いますけれども、ただそれは私たちの税金でねやらなくてもいいんじゃないかってことは思います。権藤なら権藤、ありよならありよが自分で資本を投資してそこで商売していただければいいんじゃないですかって思います。で権藤のまちづくり対策特別委員会意見交換会、先ほどテレビの一コマありましたよね。そこでどんなお話が出ていたのかってことを実際に皆様にお伝えしますと、これね文字テキストベースでは公開されてないんで、これ貴重な資料になりますけれども、これ今のここに書いてある鍵括弧のセリフは権藤のその時のね一番偉い方がおっしゃったセリフです。一番偉いのかな、まあ、その一番ね発言してた、先頭を切って発言してた方ですけど、このまま何もしないでればどんどん売上がっていうのは小泉を補足しました、売上が落ちていきますので、固定資産税、都市計画税というのはだんだん減っていきます。当然でここで投資をして、簡単に言いますけども、投資をしてやっぱり価値を上げていかないと皆さんたちに税金を分配できないということです。これどういうことかっていうと、権藤のね土地を
きちんと道路も通って、きれいな再整備した区画にしてね、そうやって土地の価値を上げましょうっていうことなんですよ。そうすると固定資産税も上がるでしょ。そしたら長野市の財政だって潤いますよねってことを言ってるんです。これ一理あるんですよね。理屈としては確かそうなんだけれども、そこに住んでる方がね、俺のところもうちょっと環境を良くしてくれよ、それが長野市のためになるんだよって言ってしまったら身も蓋もないんじゃないかなって思って私は聞いてました。だからこれちょっとね、やり方がね下手なんですよ。こういうことは第三者に語らせなければいけないと私は思います。でその次めくっていただくと、リノベーションと言っていますが、税収は上がりますか、上がっているという例を聞いてみたいと思います。これも税収っていう切り口からねおっしゃっています。でリノベーションっていうのはそこのね注釈にもありますけれども、今全国的にね脚光を浴びている手法で、空いているお店とかね、空いているお家、古民家とか古い店舗なんかをねリノベーション、改修改装して、でそこで商売を営むっていうのをリノベーションっていうことがあります。本当はリノベーションっていうのは改築とか改修とか改装とか、そういうの一般的な言葉だけど、ここで言ってるのはそういうお店だって思ってください。でそういうお店が実はね、長野市の中心商店街って結構あるんですよ。なんかこの間聞いたら200いくつだって言ってましたね。そういう200いくつってどうやって数えたのかよくわかんないので、今度聞いてみようと思いますけれども、そんなに多くのリノベーション物件が頑張って長野市の商業の下支えを進んでいるっていうね、そういう現実はあるんだと思います。だけど今度の人に言わせると、リノベーションなんていうのは税収が上がってないんでしょうと、どうやってしてるのか分かりませんよ、そんなことやって意味があるんですか、そういうふうになってしまうんですね。で私ね、この話、この一連の発言聞いて真剣に今度将来大丈夫なのかなと思いました。っていうのはね、これ聞いてて言ってることは仮に正しいとしてもね、なんかすっと耳に入ってこないですよね。で今度の商売やってる方のセリフなんですよ。物をうまいこと言って買う気にさせるという術に長けた方が、ゴンドウの商店街で長年そこで商売を営んでいらっしゃる。それはそういう裏打ちがあるんだろうなと思ってたけども、必ずしもそうでもないんだなってことは、小泉はこれでね、なんとなくそういう可能性もあるなってことを考えましたね。だって人にね物を納得させるっていう、そういう話術じゃないですよねと思いますよ。で、ゴンドウが過去に何をやってたかということで、その例をね、その次に挙げますけれども、ゴンドウ町勉強会古典探検編っていうね、これゴンドウの町づくり協議会っていうところが、これもだからゴンドウのね自治組織の一つです。で、そこがね一生懸命イベントやって、なんとかお客さん呼ぼうと、でなんとかゴンドウのね商業を活性化しよう、一生懸命いろんなことやってます。イベントもやったりしました。でもイベントやったんだけれども、ゴンドウのお店の方々に言わせると、あんまり役に立ってないっていう言い方になっちゃうらしいんですよね。っていうのは、ゴンドウのお店、お年寄り高齢化が進んでいて、自分一人でやっている、そういうお店も結構あるらしいです。そうするとイベントに人足出そうと思ったって人足出せない、参加できないよ。なるほどね、そうかもしれない。じゃあ参加できるようなイベントを考えましょうってことで、一生懸命今度の町づくり協議会を考えて、じゃあお客さんをねぐるぐるお店の方にこう引っ張りますって言っちゃいけませんね、こう巡回させる、そんなイベントをじゃあ考えましょうと。そしたらね、一人でそこにいればいいじゃないですかっていうことで考えたのが、このゴンドウ町勉強会とかね、その次にある、なんだっけ、ゴンドウの町学、長野町学っていう、ゴンドウぐるりっていう、こういうイベントです。で、これは参加者の皆さんを、まあそんなに大きくないグループですけれどもね、まあ10人から20人規模で、お店をじゃあ探検しましょうとか、あるいは1000円でね、じゃあ皆さん今日はゴンドウでお買い物して、後で店っこしましょうよって、そういう企画です。で小泉はこういう企画いいなって思うんだけれども、これもせっかくやったんだけども、あんまり評判がよろしくなかったようです。
でその次にね、あの円グラフがありまして、なんて書いてあるかっていうと、イベントに参加しましたかっていうのをまず聞くと、半分以上がね参加してませんっていう返事ですよね。でそれから独自の反則しましたか、しなかったら 75%、 4分の3ですよね。だからイベントでお客さん連れてきてもね、それに対応するおもてなしっていうんですか、そういうことをねやってらっしゃらない、でブドウということもね特別やってらっしゃらない、そういう方が結構な数でいるっていうことがね分かっちゃったということなんです。これ結構ねちょっと小泉も読んでて、今度のまちづくり協議会頑張ってんのに結果はちょっとついてきてないのかわいそうだなってそれは思いますね。でその次にそのイベントの結果っていうことで平成25年のまとめがありますけれども、これも今度まちづくり協議会がまとめた資料で、今度まちづくりセンターが主体となって個展へお客さんを入れると、そういうふうにイベントを組み立てましょうと。で店主とお客さんに交流してもらう、そこからね人のつながり作って商売に当たってもらえばいいじゃないですかということで、期待する効果としては店主の気持ちに変化が起こって、品揃えにも変化が起こって、いい循環が起こっていけばいいよねっていうことだったと思うんですが、店主の気持ちに大きな変化は起こらなかったということなんですね。でむしろ営業中に余計なことをしてほしくない、参加してあげている、そういう心持ちで権藤の方々っていうのは見ていたっていうことなんですね。正直すぎる結果ですよね、アンケートとしてもね。あのアンケート書くにしてもね、もうちょっと手心加えるんだと思うけど、まあ仮に手心加えてこの結果なのかもしれませんね。そうするともっと本音は厳しい、市民レベルからってね厳しい結果なのかもしれない。で、あの先ほどね権藤ぐるりとかああいうイベントだって長野市の補助金が入ってるんですよ、補助金としてね入ってるんだけれども、あのやってもらってもありがたくないなみたいな感じですよね。で権藤にあるようで商店街に全県の聞き取り調査をした結果、その左下を見ていただきたいんですが、後継者がないっていう方ね55人、ちょうど 55% いらっしゃるという結果です。だから長野市の権藤商店街って将来的にはね、その 55% が自然消滅しちゃうかもしれないんですね、このままだとね。そうなんですよ。でその次のページですけども、あの権藤まちづくり協議会が摘出した権藤の問題点というのを先ほどのまとめますと、新規顧客の開拓に無頓着じゃないですか。でせっかくのお客さん連れてきたってそれに対して何か工夫しないっていうアンケートの結果でしたよね。それからリノベーションの件も思い起こしていただければ、古いお店や古いお家ね、そういったところを改装してそこで新たに商売始めるって方は新しい新規参入の方なんですよ。権藤としてみれば新しい地ですよね、貴重な戦力なんだけれども、そんなもん何になるのって、新規参入むしろ遠ざけたいみたいなことをおっしゃってましたよね。じゃあこの先どうなっていってしまうのかと。で導き出された処方箋が大型店でしょうっていうことなんですけれども、これはね率直に言って私にはちょっとね、どうしてこういう結論になってしまったのかっていうのがうまく理解できないです。アリオが来ればね、じゃあ後継者不足って解消するんだろうか、あるいはアリオが来ればみんなが一生懸命ねお客様に向かってサービスするようになるのか、あるいはその逆にサービスしなくてもお客さんをたくさん来てくれるよって、そういうことを狙っているのか、まあ、どれもそんなにねうまい風には転がらないような気がするんですよね、私としては。でその右上にあるのは今度まちづくり協議会がこれも作った資料ですけれども、で街並みの変更っていうのが必要だっていう結論になぜかなってしまうんですよね。それまでお店の商店主の意気込みというか、ね、意識について調べたんだけども、なぜか
町並みの変更っていうところにぶっ飛んでしまいます。でこの辺の経緯もよくわからないです、資料を見てもね。でとにかくゴンドウにアリュが来ればなんとかなるっていう、そういうマインドになってしまっているっていうことだけはよくわかりました。よくわかりましたっていうか、分かったけども、それでじゃあどうなるの、それに付き合わされる市民はどうなるのっていう、そこはね、ゴンドウの方々からは正直言って伝わってこなかったですね。それはちょっと残念だと思います。でその次のページで、ゴンドウにアリを税金でアリをということで、小泉が質問したんですが、こういったことを踏まえて質問しましたが、ゴンドウにアリを出店を見込む再開発事業に補助金をつぎ込むことの可否はどうなんですかということで加藤市長にお尋ねしましたところ、実際の、ね、お話はもっと当分長いんですが、まあ、ざっくり言うと、実現可能な事業なのか、ゴンドウ地区や中心市街地のみならず市全体にどのような効果や影響を及ぼすのか十分な検証をした上で、幅広く市民の皆様のご意見をお聞きし、補助金などによる事業支援については慎重に検討してまいりますということでございます。で、慎重にっていうことでね、この時の加藤市長がおっしゃった言葉は、まあ偽りではないんだろうとは思うんですが、ただ長野市役所がやっていることはね、旗で見ていてちょっと前のめりになっているなっていう気がいたします。でそこに、あ、これちょうどいいや、これゴンドウが、すいません出ました、ゴンドウが持ってきた陳情のついていた図面ですよね。でこういうふうにしてくれろとゴンドウは持ってきたわけなんですけれども、でそれに合わせるような結論ありきの議論をしているように見えるのが小泉でございます。これですね。で大型ショッピング、大型商業ゾーンというのはそのままね、ほとんどそのままの位置に今ゴンドウ再生計画改定案って29年1月に審議会の方が出してきました。だからゴンドウの言ったお話そのまま実現させようとしているって見てもそんなに間違った見方じゃないですよね。でこれじゃあどうすればよかったかっていうと、まず小泉が考えるにはゴンドウ再生計画っていうものをじゃあ見直しましょうと。でゴンドウ再生計画を見直したら、じゃあこの辺に大型商業ゾーンが必要だよね。で審議会でそういう結論になった、そういうのが分かります。分からなくはない。だけどゴンドウ再生計画こういうふうに見直してくださいって持ってきて、はい、じゃあそういうふうに見直しました、それが行政のやることなんだろうかなっていうのはちょっと思いますね。でそういった手順の前後っていうんですか、そういったものがあるんじゃないですかっていうことをゴンドウの方にも言うし、長野市の方にも言うけれども、あんまりピンときてないんですよね。だからゴンドウのやってること言ってることはイコール長野市の言ってることやってることなんだよっていうマインドになってしまっているような気がします。だから手順が前後してるとかね、それ結論ありきじゃないですかって言ってもどうもね、真面目にピンときてないみたいです。だからこれはちょっと困ったなと小泉は思っています。ああそうですね。でじゃあ何がね、じゃああり得るのかっていうことですよね。じゃあありようじゃなければ何なんだっていうことですけれども、小泉はね、先ほどまちづくり協議会が打ち出したゴンドウグリーとかね、ゴンドウ町学とか、ああやってお客さんがねぞろぞろ連れ歩いてそれぞれの個々のお店と触れ合うっていう、そのイベントはとってもいい発想だと実は思います。だからあれをね5年間やればいいんですよ。なんだってね、そんなね一朝一夕で成果はついてくると思ったらそれは違うと思います。でいろいろね、観光にしろ何にしろ、商店街のね運動にしろ、やっぱりね3年とか5年かけて一定の成果が見えてきたねって、そういうもんだと思いますよね。でこのゴンバルとか駅前バルっていうの聞いたことありますよね。要するにチケットね、回数券みたいなの買うんですよ、期間限定の。これで1枚出すと1枚800円だったかな、
そうですね、4000円で5枚綴り、これ当日の価格だから前もって買うともっと安くなるんですね。で800円出すとあいよって言うんで何か一品出してくれて飲み物もついてくるみたいな、そんなイベントなんですけど、これはね、あの最初は長野市の補助金が入ってました。皆様の税金使ってたんです。だけどそれ3カ年だけで、あとは独力で頑張るっていうのは成立して続いてますよね。でこういう取り組み、ソフト的な取り組みこそが今求められている取り組みだと思います。で権藤がじゃあ成功したっていうのは、駅前の方でも駅前バーっていうんで後発でやってますよね。で今はお互いが連携してやってるっていう図になっています。で駅前の方が、あの今権藤よりね、駅前の方があの飲食店なんか下がってるでしょ。だから権藤がやったことを真似して始めたっていうのはやっぱり成果を認めたっていうことなんですよね、と僕は思います。だから、ね、そういうソフト的なことをきちんとやっていくってことだと思います。でね、権藤がね、じゃあ 55% の人が何もやらなかったって言ったら、そういう人たちはもう置いていけばいいんですよ。これだって全部が全部の飲食店ねやってるわけじゃないです。自由参加です。やってる人だけついてきてくださいねって、権藤のまちづくり協議会がもうちょっとね頑張ってくれてもよかったんじゃないかなと思います。大きなお店ができるっていうとね、なんとなくワクワクするし、長野市がやったアンケートでもね、大きなお店っていうと肯定的な答えが返ってきますよ。だけどそれにはじゃあ市民負担どのぐらいかかるんだっていう、そういう情報はなしのアンケートですからね。でどのぐらい情報が与えられて判断するかっていうことが大事ですよね。でこれから人口減少になっていきます。で本当に大きなお店をね税金投入してまでやんなきゃいけないのかどうかってことは、今後慎重に判断していくべきだろうなっていうのが小泉の考え方です。